しかもこれをまあ、全くこう水を染み込ませることがないので、はい、もう水が染み込まないですね。そうですね。もうですからイメージとしては薄いプラスチック、はい、薄いプラスチックというようなイメージでいいのかなと思うんですけど、ボールペンでですね。まあ、もちろんなんかプラスチックに書いてるってなんか、ね、イメージとしてツルツルしてますからね。で、からシャーペンもいいんですね。これいいですね。シャーペンが一番まあ適してるのかな。そのどんな場面でも書けますので、ボールペンだとやっぱりその種類によってですね、メーカーさんだけで外であってもどういう状況であっても、まあ、非常に強いというか、はい、すぐに破れたりバラバラになったりしないというのが一番の特徴になります。これが一番強い点なんですよ。そうですね、この、大網の中でもメモが取れる。おっしゃるとおりですね。ピックさえ可能であれば取れます。で、もちろん水を染み込ませませんので、水に浮きますし、はい、沈むこともないと思うんですから。おー、これはすごい。